クロネコアマズライトチョッピーせーのクロネコチャンネル、イエーイ。めちゃくちゃね、いい感じでやりましたよ。おほほほ、これはでかいな。重い。よし。はい、どうもこんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。皆さんやりました。めっちゃくちゃやりました。頑張った甲斐があった。本当にめちゃくちゃね、いい感じでやりましたよ。何がって思ってると思うんですけどね、これなんですね。こちらでございます。これはね、グランデスヒナカブトの卵、2週間ちょっと前に割り出しをしたやつですね。はい、いうことで、まあ多分生まれてから3週間程度が経ったんだと思うんですけど、ついにやりました。わかりますでしょうか。かわいいアンヨが動いてます。はい、ついに孵化したんすよ、これが。はぁ、1年半越しぐらいかな。やっとこさ、グランディスヒナカブト、うまいこと言った感じです。長かったなぁ。やった。はい、ということでね、グランディスヒナカブトの繁殖見事に成功しました。これね、ヒナカブトのね、難しいところというか、ツイッターの方では今日午前中ぐらいにかな、ツイートして、生まれたっていう風にこうしたわけですが、グランディスヒナカブト、まあグランディスに限らずヒナカブトはオスメスのね、やっぱ当たりが外れがすごく重要だというのが今回改めて分かった次第です。この子の兄弟はね、今卵を50個以上取れてるんですよ。で、まだまだ産んでます。おそらく80頭ぐらいまでは行くんじゃないかなと思う。1匹のメスからですよ。はい、なんでそんなに1匹のメスから生まれるのにこんなに難しいんだっていう話なんですけど、やっぱ受精率なんですよ。あのね、ヒナカブトはですね、全然受精率が良くない。グランディスしかり、グランディスは前回ね、1年半ぐらい前に挑戦したんですけど、どうやらですね、受精してなくて生まれてきた卵すべて腐っちゃったんですよ。ということでして、まあグランディスに限らずヒナカブトはとにかく受精率が低いんだろうなと。ちなみにこれ個人的な見解です。全然ね、うまくいくときとうまくいかないときの差がはっきりしておりまして、もうこれ完全に受精率だろうなと僕は睨んでたんですよ。うん、で、案の定と言いますか、オスもメスもいい状態だとこうやってこうね、たくさん産むし、たくさん孵化してくるんですよね。ところがオスかメスかどっちかが良くない状態であると、うまいこといかないと、卵全部腐っちゃうとかね、つまり受精してないですから、そういうことに陥っちゃうと、そんな感じなんですよね。まあいうことで、ヒナカブトの場合はですね、ブリード力とかそういうことではなく、ほぼほぼオスメスの当たり外れが原因だと思います。はい、まあこればっかりはどうしようもないですしね、僕もたくさんオークションとかで売ってますけど、やっぱクワガタもカブトムシも、当たりと外れはあるわけで、でもそれを判定することはできないんですよね。だからその覚悟の上でやっぱ購入しないといけないし、僕もそのね、文句なんかはやっぱ言わないですからね、基本的に。うん、うまくいかなかったからといってね、購入者に、文句言うのは筋違いなので、いうことで、まあそういうふうに覚悟を持ってブリードしなきゃいけないと、まあそういうことでございます。まあ、孵化したということでね、いつもの作業をやりましょう。このプリンカップのマットを少しね、吸水してあげます。これほんと孵化した時にいつもやってる作業で、結構いい感じなんですけど、やっぱこう、じわじわ乾いてきてるなと思いますので、そんなにたくさんというわけではないんですけど、ちょっとね、マットに水分を追加して、1ヶ月ぐらいね、持つようにしてあげます。
よし、ということでね、これで繁殖決定ですね。大繁殖しそうです。そして孵化した日が分かるように書いておきましょう。この子は3月の21日に孵化でございます。はい、ということでね、オスの機能がバッチリだというのが分かったところで、3頭目のメスをペアリングしていきます。うん、この子はうちで生まれたメスですね。それでは行きましょう。メスちゃん投入いたします。はい、そしてこの子がね、今回大金星をあげましたオスです。はい、まあメス2頭ともうすでに交尾済みで、ちょっと種入れという恐れもあるんですけど、使います。で、もしですね、種入れだった場合はですね、みかんさんにね、オス1匹いただいてますので、そっちの子に活躍してもらうことになろうかなと思いますね。はい、ということでこの子、ペアリング、出陣いたしましょう。さあ、行こう。オスちゃん、出、あ。聞き手じゃなかったね。失敗しちゃった。オスちゃん、出陣。ぼーぼー。お、勇ましい、カブト、かぶったカブトムシ。さあ、男になれ。もうなってるけど、頑張れ。ま、あとは若い二人に任せてね、おじさんは撤退しようかなと思います。しゃあ頑張ってね、夫婦になってください。まあ、最後ちょこっとまとめとこうかなと。まず、交食が始まってね、だいたい3週間ぐらいでペアリングしました。3週間で問題ないようですね。そして水苔はですね、卵見つけにくくなりますし、産卵数減りますので、水苔は不要です。そして、卵の割り出しなんですけど、全然割り出して大丈夫ということでね。はい。割り出した後の、まあ、新しい管理方法、あれを使えば、どん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 孵化してきそうな勢いでございます。うん。全部は卵膨れてるんでね、多分 100% 近い確率で孵化すると思います。いやー、これからがね、楽しみですね。ひょっとしたら、まあ、なんというか、メス3頭いるんで150頭ぐらいに増えちゃう可能性も十分あるかなと思います。まあ、頑張りましょう。おっと、しばらく見ない間にスイッチ入ったみたいですね。積極的に攻めています。頑張れ。あさあさあ、じゃあまあ後半戦行きましょうか。なんか前半戦がメインみたいになっちゃいましたけどね。今日は久しぶりに国産種の餌交換をしたいなと思います。さあ、じゃあ登場していただきましょう。国産種、これです。さあ。ミヤマクワガタの幼虫たちなんですけど、まあ、我が家では10頭ほど飼育しております。はい、でちょっとボトル交換遅れ気味ですね。11月なのでちょっと4ヶ月経っちゃいました。はい、ごめんなさい。ということでね、残り時間、まあミヤマクワガタのね餌交換やっていくんですけど、まあ、全部ちょっとあれするのあれなんで、ちょっと掘り出したりとかですね、体重なんかを少し紹介できたらなと思います。ではこちらも頑張っていきましょう。さあ、開けてみようかな。結構大きくなってるっぽいですね。うん、ちなみにブナのマット使ってます。北斗さんのブナマットかなりいいみたいですね。よし、じゃあ掘り出そう。お、行動作ってる、最高。開いた。うごめいてるね。プリティですね。それなりに凶暴っぽい。頭の大きさから、メスかなと。なんか、あれ？何この色？オレンジになってる。なんだ、カメラの不具合か？まあ、とにかくメスだとは思いますけどね。はい、じゃあ行きますよ。体重、行きまーす。10グラムぐらいかな？はっ1.3 ですね。はいはい、オッケーです。はい。メスだとすると 8.3 って相当でかいですけどね。頭ちっちゃいからメスだと思ったんですけど、ちょっと他の子掘り出してみないと何とも言えないです。お、これはでけえ。あ、これはオスだな。間違いねえな。さっきとは明らかにサイズが異なります。頭も少し大きい気がしますね。はい、わ、牙えぐいな、お前。
ということで、これは嘘だろう。体重測ってみましょう。15ぐらいあるかな。さあ、体重いきまーす。重たい。13グラムですか。これは間違いなくオスだね。はい、豆乳です。ということでね、だいたいオスメスの感じ分かりましたね。お、これでけえんじゃね。うわ、タイヤみたい。でけえ。これでかいな。おー、これはね、さっきの子と全然違う。17-18グラムはいってるでしょう。なかなかのサイズだないか。楽しみ。測ってみよう。体重、いきます。それ、わ、倒れた。お、16.5。16.5 ですね。なかなかすごかったですね。はい。よーし、大きくなってるな。マットとの相性もバッチリなようです。さあ、16.5。これより大きい子出てくるかな？こちらメスですけど、9.1 グラム。メスは 9.1 グラムが今のところ一番重いですね。うわ、やめて、やめて、それ。おほほほほ。これはでかいな。さっきのやつよりちょっと一回り大きい。ということは、18か19ぐらいの重さはあるんじゃないか？どこ行ってたお前。さあ、体重、行ってみましょう。重い。よし。お、18.5。いや、うん。ちょっと。まあ、とにかく一番重たかったです、今日。ちなみに、あんまり確認したくはないんだけども、さっき、ふんしたやつね。これ測ってみましょう。1グラムはないと思うけど、0.5グラムぐらいはありそう。は、0.4 グラムですか。ああ、ということは、いや、もう考えまい。幼虫体重が減っちゃうじゃないか。メスちゃんでございます。微妙に体重更新しました。やった！お疲れ様です。三山くんコーナーですね。こちら、メス5匹、オス5匹でした。なんか偶然にもちょうど良かったなと。結構大きくなってますね。まあ、類代するかどうかはね、ちょっとわかんないですけどね。まあ、この子たちの大きさ次第となりますが、うん。まあ、趣味程度にやってるんでね。はい。まあ、オスメス半々に分かれるのはありがたいです。フンボルトも見習ってほしいよ。じゃあ今日はこれでお別れですね。またよかったらコメントなんかで感想教えてください。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。あー。